それではただいまから斎藤大臣の閣僚会見を始めます。そこだけの公式の方をお願いします。はい、おはようございます。はじめに私から1点申し上げます。能登半島地震に関する中小企業支援の報告になります。能登復興支援ファンドでの債権買取支援等につなげるために、4月1日に七尾の商工会議所内に、能登産業興相談センターを開設をいたしましたが、6月3日、輪島市の能登里山空港内にサテライトオフィスを開設をいたします。サテライトオフィスでは今後増えることが見込まれる奥能登地域の事業者からの相談に着実に対応してまいりたいと考えています。私からは以上です。では最初に関して毎日見た毎日新聞の高田です。はい、経済産業省は日本の次世代事業者 SDV の推進を盛り込んだ自動車産業のデジタルトランスフォーメーションの戦略案を公表しました。自動車市場の現状を踏まえた上で、この戦略の持つ意義について、考えをお聞かせください。また政府として具体的にどのような支援を想定しているのか、お伺いできればと思います。はい、まずデジタル技術の発展がですね、自動車産業を大きく変えようとしています。自動車とインターネットがつながることで、安全性や快適さ、さらには楽しさなどの新たな価値が消費者に提供をされることになりますが、これをいかに提供していけるか、これが新たな競争軸になっていくのではないかと思っています。こうした新たな分野では、海外の新興メーカーが参入をして、最先端の事業に取り組んでいますので、私は強い危機感を持っています。本戦略は、この新たな競争に勝ち抜くために、目指すべき中長期目標、あるいは具体的なロードマップを示して、SDV の鍵となる技術開発やソフトウェア人材開発の確保、などですね、オールジャパンとしての打ち手を示しています。今後速やかにこの戦略を具体化していきたいと考えています。私これから国会ありますけど、本日10時に本戦略の最終版を公表させていただきますので、詳細は担当課にお尋ねいただけたらと思います。どうかご質問からお願いします。テレビ東京さん、営利東京の阿部と申します。はい、昨日日産自動車の石田社長が、一連の下請け問題を受けまして、事実確認中としながらも、すべてのステークホルダーに向けて、お詫びするとして、謝罪しました。その受け止めと、また大臣、先週この支給事実関係を調査し、報告するようにと、求めているというお話がありました。このお報告があったのかどうかと合わせてお願いします。はい、まず日産からは所管部局において調査の進捗状況について報告を受けていますが、ただ最終的な報告ではないということであります。昨日自公会の会見で内田社長から1週間をめどに調査結果を説明するとのお話があったと承知しておりまして、日産には早急に調査を終えてその結果をしっかりと説明することを、改めて求めたいと思います。でまた会見では自公会から原材料費等の適切なコスト増加分の全額転嫁を進める旨の表明があったと承知をしています。これは政府からの要請をしっかり受け止め対応をいただいたものと認識をしています。私自身も4月に自公会加盟の各社トップに対してサプライチェーン全体で価格転嫁を進めるよう直接要請をさせていただいたところでもあります。サプライチェーンの隅々まで価格転嫁を徹底していただきたいというふうに思います。今回いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では以上をもちまして会議を終了します。